誰だお前たち。ここは俺たちの島だ。よそ者には近づいてもらいたくねえな。用が済んだらすぐに退散するつもりだ。同じことを言った奴らを通してトラブルが起こってんだよ。トラブル？お前らには関係ねえ。さっさと帰ってくんな。おい、ちょっといいか。へい、魔物に話しかけられた。どうしよう、僕はもう終わりだ。せめて女の子と付き合ってから死にたかった。何言ってんだお前、誰も殺したりしねえよ。言葉を交わすだけで死ぬっておばあちゃんが言ってたから。だったらお前さんはなぜまだ生きておる。あれ、言われてみればおかしいな。君、魔物じゃないの？バカなこと言ってないで、ジャンプメカのパーツを出せよ。そんなの持ってないよ。じゃあ持ってるやつのことを教えろ。でもこれ以上魔物と話すのはちょっと。うるせえ、ごちゃごちゃ言ってるとぶっ飛ばすぞ。へい、フォルに聞けばわかるよ。フォル？僕の親友で、ここらでは一番の情報通さ。フォルね。よし、探してみるか。魔物？初めて見た。こいつは珍しいや。あんたがフォル？おお、女！なんでこんなとこに？魔物を見るより驚くなよ、ムカつくな。ジャンカーにとっては彼女の方がレアな存在らしい。それで？女が何の用だ？もしかしてお付き合いか？ジャンプメカのコアフレームのこと、あんたなら知ってるって聞いてきたの。なんだそんなことかよ。まあ知ってるのは知ってるけど、ただでは教えてやらねえぞ。ジャンカーにとっちゃパーツも情報も飯の種だからな。ただじゃないならどうすりゃいいんだよ。そりゃお前、金に決まってんだろ。すまないが、あまり手持ちがないんだ。なんとか教えてもらえないか。じゃあそっちの姉ちゃんに払ってもらおうか。私だって大して持ってないけど。金じゃねえ、もっと別のもので。おい、いやらしいやり方は保安官として見過ごせんぞ。はあ？フォルさん、お願いって言ってほしいだけだよ。そういうことらしい。どうするね、アン。まあそれくらいならいいんじゃない。フォルさん、お願い。おー、ありがとう。実はよ、最近になって素行の悪いジャンカー崩れたちが入ってきてな。そいつらがルジバ戦艦の奥でジャンプメカを見つけたんだ。それからというもの、メカの力を盾に戦艦内のパーツを独り占めし始めてよ。いくらジャンカーは早い者勝ちが原則っつっても限度ってものがあるだろ。これだからジャンカー崩れたも。コアフレームどころか動くジャンプメカがあるの？お、うん。そいつらをぶっ飛ばしたらジャンプメカはもらっていいのか？いや、構わないぜ。できるんならな。へっ、楽勝だっつーの。そいつは頼もしい限りだ。ルジバ戦艦の入り口はこの先の洞窟を登った先にある。あの野郎はもうかなり奥まで入ってるだろうが、頼んだぜ。あ、ところで姉ちゃん、さっきのやつをもう一回。残念、バーゲンセールは終わったの。お、なんかでかいメカがあるぞ。
の構造、あれジャンプメカだよ。マジか、誰も乗ってないみたいじゃん。もらっていこうぜ。おいおい、聞き捨てならねえな。どこのやんちゃ坊主で人様のものを勝手に持ってっちゃダメだって、親父に教わらなかったか。欲しいものは自由に手に入れろって教えられてるけど。ワイルドな親父だな。あ、けどそいつは俺には通用しねえ。どうして持ってんなら金を払いな。1時間1万ゼニーで貸してやる。ふざけんな、誰がそんなもん払うかよ。我々はジャンカーマーケットの住人からの依頼も受けている。ここは穏便に引いてくれないか。やなこった、金がないなら帰んな。こっちは無理に。ん？な、何？あんたも女が珍しい口？ああ、珍しいね。お前のその首飾り、かなりの値打ちもんだろ。そいつとなら交換してやってもいいぜ。ダメよ、これだけは絶対に渡せない。ダメと言われてもよ、一度目をつけたもんは見逃せねえ。あっ、返して、それは命より大切な。下がってろ、こないだの借りを返してやれ。借り？このジャンプメカに勝てるかよ。ほら、ありがとうベルゼ。でも借りって何のこと？あ、それはだからナパス基地で王子をかばって撃たれた時のことじゃろう。ああ、ふん、律儀なんだ。やめろ気持ち悪い。それにしてもずいぶん派手に壊してしまったものだな。もう使えないかな。大丈夫だと思う。本当か？コアフレームは無事だから、他のパーツを作ればなんとかなるよ。よっしゃ、だったらさっさとスピノ町に戻ってパーツを作ろうぜ。これに懲りたら二度と悪さはしないことだ。はあ、はい。どうしたね、町に入らないのか？つもりですけど、ラジオで臨時ニュースが始まって。臨時ニュース？王子、私たちも聞こう。オッケー。先日ナパス基地の戦車が何者かに強奪されたことが判明しました。犯人はその戦車で国民の水を奪い、村々を破壊し暴れ回っている模様です。なんじゃと。不審な戦車を見かけた方は直ちに国王軍まで連絡してください。犯人の正体も分かっておりません。情報のある方もご一報ください。なお、捕らえた方には生死にかかわらず賞金3000万ゼニーが国王より渡されます。何？私たちは違うわよ。そうですよね、ドア町長が信用してる人たちですもの。懸賞金をかけられるなんて最悪だね。一刻も早く泉を見つけるしかあるまい。戦車を捨てて帰ろう。幸いわしらの正体は分かっていないんだ。情けないぞシーフ、魔物のくせにビビるな。
しかし王子、私は一人でも泉探しを続ける。このまま帰るわけにはいかん。私も手伝うよ。共犯者になっちゃったしね。言っとくが、俺は泉をこの目で見るまで帰らないからな。シーフはそんなに嫌ならもう帰っていいぞ。そんな王子を置いて帰ったらみんなになんて言われるか。まあまあおじいちゃん、心配しないでもなんとかなるって。ジャンプメカさえ完成すればきっと泉を見つけられるよ。軽く言おうって。なんとも肝の据わった娘だ。ジャンプメカのことあんだけに任せてよかったのか。中途半端に手を貸すとかえって彼女の邪魔になってしまう。我々はこの先の旅に備えて体を休めよう。とほほ、あってもなく国王軍のいる南をさまよわなきゃならんとは。多少の土地勘ならあるさ。30年ほど前に南に住んでいたからな。30年前といえば、まだあの辺りにピッチ人が住んでいた頃か。いや、ちょうど国王軍に絶滅させられた頃かな。ああ、その頃だ。ありゃあわしの知っておる中でもベスト10にノミネートされるほどの愚かな事件じゃったな。愚かだと？ピッチ人の恐ろしい兵器によるサンドランドの破壊を食い止めたんだぞ。そんなことを信じていたのか。ピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。水？水だと？まさか違う。違わないね。頭のいいピッチ人は自分たちとみんなのために大量の水を作り出そうとしていたのだ。そんなものを作られては金儲けができない国王軍はそいつを破壊してしまったんだよ。その証拠に水を作るマシンに必要なアクアニウムを協力すると見せかけてピッチ人に提供したのは国王軍だ。国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させピッチ人を絶滅させた。そんな。その攻撃の戦車隊を指揮していたのは私だ。え？あの大爆発で私の村はほとんどが壊滅し、戦車隊員も私以外は全員死んでしまった。軍は私もその時死んだと思っている。連中は全てを分かっていながら攻撃させたというのか。分からんな。大爆発すると知っていながらなぜ戦車隊を。一石二鳥だったんだろう。ゼウ大将軍のやり方が気に入らなくて、いちいち逆らう俺たちも消すには。まあそんなに気にするなよ。お前さんは知らなかったんだから。そうだよ、世界を救ったつもりだったんだろ。ピッチ人の開発していたのは水を作り出すマシンだ。
本当の悪魔は。国王軍はアクアニウムを利用し攻撃して大爆発させピッチ人を絶滅させた。私の方じゃないか。おい、一体何を？闇のパワーを吸収してるんだ。どうやら戦いになりそうだからな。だろ？これは。それいいでしょう。ルジバのジャンカーマーケットでコアフレームを売ってたから買ったの。私が乗っていたのと同じ型の車だ。そうなの？売ってくれたジャンカーは顔にひし形のペイントをした盗賊から買ったって言ってたよ。あやつらか。転んでもただでは起きんな。もしかしておじさんのだった？どうやらそうらしい。そうだったらこれはおじさんにあげる。いいのか？いいよ、組み立てるの楽しかったし、いろいろお世話にもなってるから。すまんな、ありがとう。いいな、俺も自分の車が欲しいぞ。コアフレームがあればベルゼの分も作ってあげ。目が赤いな。寝てないのではないか？うん、車の組み立てで徹夜しちゃった。ジャンプメカをほったらかして何をやっておるんだか。ほったらかしにしたわけじゃないって。ジャンプメカを作るのは設計図がないと無理っぽいの。え、なんだよそれ。仕方なかろう、特殊なメカだからな。設計図なら東亜町長が持っておるかもしれんぞ。反乱軍が残した資料にジャンプメカの記述があったと言っておったじゃろう。それだ、じいさんのとこに行ってみようぜ。なあ、ジャンプメカの設計図持ってたりしないか？設計図？いや、持っておらんが。前に反乱軍が残した資料に記述があったと言っておられただろう。ああ、そういえばそんなこと。少し待っておれ。あったあった、こいつのことだな。持ってるじゃん。少し預からせてもらっても構わんよ。サンキュー、じいさん。完成！本当に作り上げてしまうとは。なんだよおっさん、できないと思ってたのか？正直半信半疑だった。よほど良い芯についていたのだな。師匠なんていないよ、ほとんど独学、見よう見まねってやつ。実践の機会には恵まれてたけどね。なんと。ともあれ、これで国王軍のやつらを出し抜いて南に行けるわけじゃな。かつて反乱軍が拠点にしたこの町で国王軍にあだなすメカが作られる。これも何かの因果か。よし、早速出発しようぜ。メカのことで困ったらいつでも戻ってきなよ。おい、